関口 y 一は、日本の新聞記者、ニュースコメンテーター、IT 調査コンサルティング会社代表。株式会社日本経済新聞社客員編集委員。国際大学、グロコム客員教授。株式会社 MM 総研代表取締役所長。株式会社日本経済新聞社ワシントン支局特派、委員、産業部編集委員。 論説委員、日経サテライトニュースキャスター、日経、BS ライブ午後7時進行役、NHK 国際放送コメンテーター、東京大学大学院客員教授、法政大学ビジネススクール客員教授などを歴任した、埼玉県生まれ。埼玉県立浦和高等学校を経て、1982年、一橋大学法学部を卒業し、 日本経済新聞社に入社。1988年、フルブライト研究員として、米国に留学、ハーバード大学国際問題研究所客員、研究員。1989年、英文日経キャップを経て1990年から1994年まで、ワシントン支局特派員。日本へ帰国後は、電気業界担当キャップなどを経て、 1996年より産業部編集委員2000年から論説委員を兼ね主に情報通信分野を担当6年より法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科客員教授2008年から国際大学グロコム客員教授2015年から東京大学大学院情報学観客員教授一橋大学 早稲田大学メディアネットワークセンター、明治大学経営学部などの非常勤講師も兼ねる。著書に、パソコン革命の機種たち、情報探索術、共著に、サイバースペース革命、サイバービジネス最前線、モダンタイムス2001、リーマジニングジャパン、未来を作る、情報通信政策、日本の未来について話そうなど、日米学生会議曜日。 2012年4月から BS ジャパン、日経、BS ライブ午後7時の火曜日 MC。現在は、情報通信研究機構、アドバイザリーコミット委員、JPSART、CC 事業評価委員会委員長、第5世代モバイル推進フォーラム顧問、NPO 法人ブロードバンドアソシエーション顧問、大学基準協会経営系専門職大学院、 認証評価委員会委員などを務める。ありがとうございます。